黒山県は中華人民共和国領年省、近州市に位置する県。黒山県は領年省西部に位置する。秋代は、沈炎保、新書は、小川山、または小黒山と称された。黒山鎮の東北にある小黒山の山頂には、上帝病がある。この山は、あまり高くないが、遠くの山河や、県の町が一望できる。戦国時代には、 円の両党軍に属する。そして、旗の中国統一後も両党軍に属する。前漢には、優秀市支部両党軍に属する。五漢には、両党俗国に属し、三国時代には、優秀の昭和事軍に属する。精神には、平州の昭和事軍に属する。五個十六国時代には、前円、前進、五円と国が移するが、同じ平州の昭和事軍に属する。 南北朝時代には、英州の地となり、隋は、軍に属する。党には、安藤都護府に属する。領には、東京道研修法選軍に属する。金には、北京路、高安市府に属する。元には、高安市府呂に属し、域内に、持ち平ら県を設ける。民には、高根守に属し、鎮園保となった。新代になると、 高安市県と新民県に属した。1902年には、両県の一部に鎮安県が設置され、これが黒山県の前身となる。中華民国が成立すると、1914年1月、先生省に同盟の鎮安県が存在したため黒山県と海省、法天省、両新道の管轄とされた。その後1929年に、両年省に、 満州国が成立すると1932年には、金州省に移管された。中華人民共和国が成立すると1949年に、両政省、1954年より、両年省金州市の管轄となり、現在に至る。二階道弁辞書、十五鎮、四号を管轄する。蝶作人の母方の祖母の家がある二道公共は、2002年に、 尿用ガチンに編入された。ありがとうございます。